ガビラン、潜水艦。ガビラン、アセス・ゲイブレン、SS-252 は、アメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の一隻。艦名はスペイン語で、タカを意味し、カリフォルニアに生息するトビエイモクに属する、A の総称にちなむ。スペイン語の綴りはゴビロンだが、カリフォルニア州では、V が B に置き換わった綴りが時折見られる。 ガビランは1943年1月5日、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港される。1943年9月19日に海軍少将夫人によって浸水し、12月28日に艦長カール・アール・ホーランド少佐、アポリス1931年組の指揮下収益する。コネチカット州、ニューロンドンでの成長後、ガビランは キーウェストで短期間の対潜水艦訓練を行い、その後パナマ運河を通過してハワイに向かう。1944年3月23日に真珠湾に到着した。4月21日、ガビランは最初の紹介でマリアナ諸島方面に向かった。この紹介では通常の任務の他にアメリカ軍によるマリアナ諸島侵攻のための情報を収集した。 4月23日に、ジョンストン島で補給を行い、ークに到着。この紹介では、情報収集に徹して、戦果を上げることはなかった。6月6日、ガビランは46日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。6月29日、ガビランは2回目の紹介でポンフレット、アセスポンフレット、SS-391 と共に、日本近海に向かった。 7月17日未明、ガビランはのセンス近海で、月明かりの下、レーダーを用いて、吹雪型駆逐艦と目される艦船を発見し、魚雷を4本発射。3本目の魚雷が目標に命中し、目標は激しい爆発を繰り返しながら沈没していった。この戦火は後に、4000トン級の船、1700トン級駆逐艦、492トンの 総海底と修正され、第25号総海底の沈没と結びつけられた。しかし、同帝は7月4日に、七島沖で、第58任務部隊、マーク・ミッチャー中将の艦載機によって撃沈されていた。この時ガビランが撃沈したのが何であるかは不明である。8月18日、ガビランは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。 9月26日、ガビランは3回目の紹介で、ベスゴ、アセスベスゴ、SS-321、ロンクイル、アセスランキル、SS-396 と、ウルフパックを構成し、日本近海に向かった。ウルフパックは、この海域で、日本艦隊の動向を偵察した。紹介の後半は、キー水道で単独行動をとり、10月31日、未明。 ガビランはの室戸岬沖で11ノットで航行する目標を発見し、魚雷を4本発射。魚雷は日本海軍の海洋観測船第6海洋277トンに1本が命中して撃沈した。11月12日、ガビランは46日間の行動を終えてサイパン島に帰島。その後、オーストラリアのブリスベンに開港されて11月24日に、 到着した。また、艦長が、ウィリアム・ビー・パラーム・中佐アナポリス1936年組に変わった。12月29日、ガビランは4回目の紹介でパーチ、アセス・パーチ、SS-313、バーベル、アセス・バーバル、SS-316 と、ウルフ・パックを構成し南シナ海に向かった。南シナ海に向かう途中に両艦と合流し、 パラワン水道の南方からバラバク海峡近海で偵察を行う。折しも、カムラ湾に潜むと言われていた戦艦伊勢と日向を中心とする第四航空戦隊、松田船少将の通過が予想され、日本艦隊の動向はアメリカ軍に対する脅威となった。このため、伊勢と日向を葬るため潜水艦が多数資格として配備された。しかし、伊勢と日向は、 リンガ博地に移動するため外海に出てきたものの、結局ガビランラのいた海域は通過しなかった。ガビランは、この紹介で、しばしば航空機を避けるため頻繁に潜行が行われ、浮遊機雷はライフルによる狙撃で破壊された。しかしながら、記録には残されなかった。ガビランは、カリマタ海峡を経て、ジャワ海を通過し、フリーマントルに帰島することとなったが、その途中で、 多数の敵機による攻撃と日本軍の機雷不設定による二度の攻撃を受け、不設定は二十発もの爆雷を投下した。ガビランは大きく揺られたものの、損害は表面のみで攻撃を回避した。ガビランがフリーマントルに帰投するまでに遭遇したのはイギリス海軍潜水艦 HMS スプイトファル P227 のみであった。幸運にも夜明けの渦明かりの中で、ガビランは スパイトフルを友軍艦艇と識別することができた。2月15日、ガビランは48日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。3月20日、ガビランは5回目の紹介でチャー、アセスチャー、SS-328、ハードヘッド、アセスハードヘッド、SS-365 及び、ベスゴと共に、ジャワ海方面に向かった。チャには、 機雷不説の任務も与えられていた。4月4日、ガビランはの地点で小型クラフトボートを発見し、新装備の5インチ砲の試し撃ちを兼ねて、浮上攻撃を行い、目標に2発命中させて撃沈した。また同じ頃、ガビランの元に、イギリス潜水艦 HMS スパーク P236 の情報によって、軽巡洋艦イスズがこの近海にいることを知らされており、 昼前に、の地点で、普段のイスズと水雷定記事、総海底二隻からなる艦隊を発見。ベスゴも、同じ目標を発見していたが、ベスゴからイスズを攻撃するには位置関係が遠すぎた、ため、イスズの始末は、ガビランとチャーに委ねられ、ガビランとチャーは浮上した後4日間にわたって、距離を10回から13回里に保ちつつ、イスズらに対する追跡を開始した。月日、 ガビランは陸岸ギリギリに航行中のイスズを発見し、戦闘配備に着いたが、その最中にイスズが魚雷が確実に当たる範囲から離れていったので、この時は攻撃を諦めた。ベスゴは500メートルを切る至近距離からイスズに対して魚雷を9本発射したが、イスズではなく第12号総海底に命中し、これを撃沈した。イスズは同日の夜に、 スンバは塔のビマに入港し、翌朝伊鈴は出港した。チャーが、レーダーで、伊鈴の出港を知り、ガビランに連絡した。ガビランはの地点で正面から接近して、魚雷を六本発射しようとしたが、この時一門の魚雷発射管が故障したので、五本が、伊鈴に向けて失踪していった。六時十五分、そのうちの一本が、右玄環境と一番煙突の間に命中した。この後、 チャーが三本の魚雷を命中させて、イスズを撃沈した。イスズは、潜水艦の魚雷による犠牲となった最後の日本、海軍軽巡洋艦あり、艦隊を追って沈んでいくイスズの最後は、ガビランでもチャーでもなく、スパークによって確認された。ガビランもチャーも、爆雷攻撃を避けるために新進度、先行していたからである。四月十一日、ガビランは、高場間昇金海を通過し、 1942年1月20日に座礁放棄された S-36、アセス S-36、SS-141 の残骸を観測した後、あと午後に入っての地点で4隻の目標を発見する。2隻の浅ま丸と色めきだったものの、よく観測すればトロール船と3隻のだった。それでも魚雷を3本発射したが、命中した様子はなかった。 4月14日の朝には、の地点で4隻の輸送船団を発見して、魚雷を4本発射し、2本が目標に命中したことを確認。夜に入り、未だ2隻の目標が居座っていたので、魚雷を4本発射し、すべての魚雷が命中して爆発が起こったことを観測した。一連の攻撃で輸送船、かひろしまる、だほ船、元中華民国船、かひろし、南洋海運委託。 762トンと特設苦戦艇第一小南丸日本海洋漁業350トンを撃沈した。その後、4月22日にスービック湾に寄港して補給を行った。紹介を再開して海南島沖で短期間機来の破壊を行った後、パン島に寄港した。5月28日、ガビランは60日間の行動を終えて真珠湾に寄港した。 6月20日、ガビランは6回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介では主に東京湾でのパイロットに対する救助支援任務に従事した。最初に2機の雷撃機の乗員6名を救助し、続いて東京湾内側の沿岸砲台の射程内で3名の乗員を救助した。6機の F6F ヘルキャットがガビランの上空を舞い、救助任務を支援した。 東京湾の出口では、浮遊機雷を銃撃により破壊した。この紹介で、ガビランは17名の飛行士を救助した。その一方で7月7日午後にはの地点で、日本の旅行潜水艦を発見し、魚雷を6本発射したが命中しなかった。また7月18日夜にはの地点で砲撃を受けた。砲撃してきたのは、日本軍ではなく、東京湾内の日本商船や野島崎灯台とその、 周辺の施設を攻撃すべく、第38任務部隊、ジョン・エス・マケインシニア中将から離れ接近してきた第35.4任務軍、カール・エフ・ホールデン少将の軽事未艦と、駆逐艦であり、駆逐艦、アセス・ハンク、DD-702 とオレス・エルリンド、アセス・オォレス・エルリンド、DD-703 が実際に射撃してきた。ガビランは信号を送って味方であることを知らせたが、 両駆逐艦には伝わらず、相手が味方であることに気づくまで射撃はなかなか終わらなかった。幸いにも、ガビランに一発も命中しなかった。真珠湾への帰祷途中に、ガビランは日本の幸福の方を受け取った。8月17日、ガビランは56日間の行動を終えて、真珠湾に帰祷した。ガビランはサンフランシスコ、パナマ運河地帯を経由して、 ニューロンドンに到着し、1946年2月23日に、退役、大西洋予備役艦隊入りする。そのまま現役に戻ることがないまま、ガビランは1959年12月15日に、スクラップとして売却された。ガビランは終戦までに6度の紹介任務につき、このうちに、3、5、6回目の紹介が成功とみなされた。2度目の紹介では、 日本が一近海まで侵入を果たした。また、第二次世界大戦の先行で四個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。